構気持ちいいですね。見た気持ちいい。あ、気持ちいい。この辺ちょっと痛そうです、うん、あ、気持ちいいです。大丈夫ですか。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日もありがとうございます。はい、いえいえ、とんでもないです。おかげさまで8ヶ月になりました。いやー、すくすく育ちましたね。なっております。もう、あの、平均ど真ん中でしたね。体重ちょうど今 1100g ぐらいで、元気な心音を聞いてきたので。あー、よかった、はい、安全面も考慮して施術をしたり受けたりをします。ダンサーセラピストさんなので、受ける側で今日はお願いしようかなと思って、楽しみです。はい、じゃあよろしくお願いします。ね、フリーマッサージでね、やっていただいてたんですけど、うん、いや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 、ああ、やっぱちょっと深いところに凝り玉が。ああ、そうですね。そうですね。ちょっとゆっくりやりましょうね。お願いします。結構施術者って環境に左右される部分ってありますよね。普通だとこうゆっくりな音楽の中でやる場合が多いじゃないですか。確かに、はいはいはい。それに乗ってゆっくり、はいはい、あの、体こうね。まあ、要はリズムを取るのが多いんですけど、はい、あの、自分よくやってるのは渋谷じゃないですか。うん、ガヤガヤしてますね。ガヤガヤしてるし、で、周りのやっぱりかかってるテレビの音楽って早いじゃないですか。はいはいはい。そうするとやっぱり手も速くなるんですよ。ああ、確かに影響を受けちゃいますね。そうなんですよ。あの、ビデオ見てると、はい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 、あ、結構チャッチャカチャッチャカやってるなっていうのが。ああ、なるほどね。あ、力の加減大丈夫ですか。あ、全然いいです。はい。そうなんですよ。やっぱり、ああ、結構やっぱ周りのペースに流されるんだなっていう感じですよね。確かに、まあ、知らず知らずに受けますよね、いろいろ。そうなんです。今日は先生の呼吸になるべく、うん、合わせられるように。今、無音なんで逆に取りづらいかもしれないですね。そうですね。でしかもちょっとね、はい、頭の中にはちょっと今激しめな音がかかっちゃってるんで。あ、そうなんですね。ちょっと YouTube 見てきちゃった。ちょっとね、ダンスミュージック聴いてきちゃった。いやー、よいしょ。やっぱこの辺って疲れるんですよね。ちょっと強くてもいいかなっていう気がするんですが、はい、はい、お願いします。だいぶね、硬いんで、うん、そうですね、なんか結構田野さんも言ってたんですけど、肩強めだそうです、私、うん、そうですね、はい、たばりながらちょっとやっていきますね。凝っちゃうと人にもよりますけど、ね、感覚がちょっと鈍くなったりするので。そうですね。これぐらいですかね。まあ足んないぐらいですか、ね、うん、そうです ね、 やっぱりね、座ってると聞かせにくいですかね。いやいやいや、大丈夫ですか。大丈夫です。もうこんな人ばっかですよ。そうですよね。ただやっぱりね、始まったばっかだとね、なかなか、あ、それもそうですよね、そうなんです、感じにくいのかもしれない。だから、ね、やっぱり外堀を埋めていく方向で、うん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 、多分もう先生の、ね、背中のね、うん、あの、水谷先生動画でも言ってましたけど、やっぱこの辺、うん、この辺のラインを、うんうん、ゆっくりじっくりやっていくといいって言ってましたね。じゃあちょっとあれ、はい、その前に来ちゃいますよね。そうなんですかね。先生、全然あの肩甲骨の可動域は広いですね、はいはい、ここはまあ、おかげさまで悪くなってないですけど、最近背中がちょっと痛くなることがあって、はあ、うん、
いろいろ体型が変わって重心がね変わってきてますよね。うん、もあるし、なんかやっぱり動きもね、やっぱ以前に比べると少ないので、はい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 、で、良くないですね。やらないとなと思いながら、あまりできてないです。やっぱり、ね、2人分ですからね、今ね。今、2人分ですからね。なんか、妊婦さん、やっちゃいけないっていうの結構多いじゃないですか。なんか、ですよね。そういう変な確率の問題にしようとやりにくいっていう。リスクはやっぱ取りたくないですからね。ねえ、そうなんですよね。だからなんかちょっと一般的なものになると全部、まあ、お控えくださいみたいな感じになりますよね。まあでもこっちが硬いからちょっと首いきましょうか。うんうん、はい。ちょっと頭失礼します。はい、加減大丈夫ですか？はい。お、この辺ちょっと痛そうです。うん、あ、気持ちいいです。大丈夫ですか？はい。やっぱね、下向いたりなんかいろいろするとこの辺きますよね。仕事してる時間少なくなって携帯見る時間多くなっちゃってうん、よくないですね。しょうがないですね。携帯いじるのも仕事みたいなもんですもん。まあ、ある種そうなんですよね。いろいろコメントとかメールとか LINE とかある程度なんやかんやそういうのが多くなってるので、そのうち事務員が必要になりますよ。いやー、でも実際そうですよね。それでやってると、あれこの人返信したっけとか結構あるので、多いんで、やっぱ問い合わせとかも。そうですよね。うん、首は凝りますね。そうですね。でも難しいですよね、多分なんかこうそういう雇うとかってなると、またその人に教育をしていくとか。そうなんですよね、管理をするっていうことになってきて、楽になるようでならないんじゃないかっていう気が。もしかしたらね、なんか問題が一個増えるだけっていうね。下手するとだってなんかね、人が絡んでくるとなんかその責任問題とか難しいとこあるじゃないですか。そうですね。なんか大それはそれで大変ですね。肩の前失礼します。首が気持ちよかったですね。首が使ってますね。うわ、カッチカチですな。そうなんです。結構肩がね、凝るんですよ。ちょ、鎖骨の下も大丈夫ですかね。あ、全然行ってください。大丈夫ですか？あ、そこ気持ちいいです ね。痛気持ちいい。あ、そこ気持ちいいです ね。ちょっと呼吸が楽になる感じする。この辺、前回先生に、はい、押されて飛び上がってたところ。そうですよね、テスラさん。あそこのシーン、自分でも結構、はい、おー、飛び上がってるね。うん、呼吸浅くなっちゃうんでしょうね、テスラさんはね。でもこの辺凝りますよね、やっぱこういう体勢多いじゃないですか。そうですね、仕事だと。あと猫背の人はもうこの辺バリバリですよね。うん、なかなかここみんな触ってくれないんですよっていうご意見。ああ、確かに前側ってあんまりね触らないですよね。一般的にはやらないか。あ、気持ちいいですね。これ気持ちがいいですここ野中さんポイント。野中さんがここよくやって、こういうふうに。あの腕もね、皆さんね疲れますからね。あ、気持ちいい。これ気持ちいいです。で、そろそろここは少し緩んできたんじゃないんかな。なるほど。確かに力抜けてきました。うん、どうですかね。あ、でも入ってる感じさっきよりありますね。ね、だん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 ですよね。
安野さんが強しっていうぐらいだから、うん、相当強いだろうなってと思いますよね。ああ、うん、そうですね。安野さんがこれ変態の域ですねって言ってましたから割と強い方に入るっていうことですね。そうですね、守備力が高いってことですね。肩こりは結構でも昔からありますね。だからもう硬くて当たり前の日常ですよね、きっと。そうですね、そういうのありますよ。うん、聞いてるともう中学生の頃からこんなんですとか、はい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 、はい、ね、若い時からの人多いですよね。そうですね、さっきよりだんだん浮いてきましたね、結構ですね、うん、なんか入ってる感じ、ちょっと響きがさっきよりいいですね。はい、溶かしていかないとダメですね、やっぱり。そうですね、時間が必要な。そうですね、バターと一緒ですね。ここから急激にね、硬さが、あーね、いいんですよね、うん、ね、なんですよね、だから多分そうですね、ゴリンゴリンですね。うん、その辺はもうコロナと思いますね、自分で。首が多分前に出ちゃうのが良くなくて、まあ、でも出ますよ、出ますね、今時出ますよ、出ない人いないですよ。そうですよね、程度の差こそあれ、みんな出ますよね。だってもう大体、まあこれが多いからし、スマホ、パソコンで、みんな左手が痛いって言いますもんね。あのこうスッと持ってるから、みんなの防護コースと飛び上がれますよね。あー、確かに確かに、このね、操作でね。そうで、はいはいはい、で、目が疲れる。まあね、夜のあれがよく、本当特に良くないみたいですね、ブルーライトは。そうですよね、明るいところで使う方がいいらしいです。暗いところだとなんか本当に直で入ってきちゃうらしいんですよね、奥まで。よく昔からテレビが明るいところで見ましょうって、でもスマホは明るいところで見ましょうってね、注意ね、言わないですもんね。でもなんか眼科医の方がテレビでそう言ってました、うん、暗い方がやっぱ危険度が高いっていう、うん、やっぱ寝る前に見ちゃいますよね。そうなんですよね、それがすごくよく、なんかやっぱり不眠につながったり、良くないっていうことでしたね、まあ、分かるんすけどやりますね。自分も言うけど やってます良くないですよって言いつつやりますね、ね、うん、か分かってるのとやらないのとは別なんですよね、やるやらないは。確信犯ですよね。分かってるけどやっちゃうよねってなりますね。もうそういうふうにもう操作されてるんですよね、世の中にね。あ、さっきよりなんかいい感じです、気持ちよくなってきました。だん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 ですね、ほぐれてきた感じします。だん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 ですね、だんだん筋肉を感じるようになってきました。さっきちょっとね、やっぱり硬かったですからね。そうですね、気持ちいいですね。左のこの棘上筋が硬いっすな。なんかね、ちょっと鈍いです、やっぱり。あんまり分かんない感じあります。硬いからなんだろうなって思います。多分支えてるんでしょうね、腕を。そうですね、どうしても、あ、気持ちいいですね。
うん、ここ気持ちいい。三角形になりますかね。そうですね、ヘッタさん、揉みが気持ちいいですね。あ、本当ですか。うん、揉みの方がなんか気持ちいい感じです。私が単にあのそういう好みなのかもしれないですけど、多分なんかそういう、あれなんでしょうね、特性を持ってるんでしょうね。何が得意って人それぞれありますよね。そうなんですよ、あんまりね、あの、まあ、ここで言っちゃうのはなんですけどね、はいはい、このね、あの指圧っていうのがあんまり俺も、得意っていうか、好きではないのかもしれない、好きじゃないですね。なるほど、でも好きこそものの上手なりって言いますからね。自分がやっぱりいいと思うものとか得意なものって自分が好きなものっていうのありますよね。そうずっとだからあのこの視覚とダンスされてるからやっぱ連続性の動きの方が得意なんじゃないですか。この滑らかさっていうかじわーっていうのよりかはこう動いてる方がそうなんですよ、ね、うん、上手な気がします。だからもしかしたらあの渋谷の駅前のテンポが自分の中では合ってるのかなっていうのはもしかしたらあるのかもしれないですけど、まあ分かんないですね。結構自分じゃ気づかないですよね。あれですね、あのこう丹野さんとかああいう人みたいにこう指圧でジュワーッと効かせるっていうのはちょっともしかしたら俺の中ではこうあのパロメーターでは低いのかもしれないですね。あ、うん、でもあれ確かに私も思うんですけど、あの、まあ、自分が受けたいものとか自分が好きなものっていうのに特化していきますからね、人って。そうですね、どっちかっていうとやっぱりその自分がいいと思うものを極めていきたいっていうのがあるから、まあ本当はマルチでできた方がいいんですけどね。まあどそうそう、まあそうってはそうかもしれないですけど、日差しのね、うちでね、まあまあまあね、でもまあその自分のその特性をうまく PR できてお客さんがついてくれればね。そうですね、やっぱりなんか、なんか特化してないとね、個性がないですね、特化があった方がいいと思います。なんとなく何でも無難にできますよよりはこれ得意ですよがある方がいいかもしれない。そうですね、それが好きな人がね来てくれるんで。そうですよね、よくね企業貧乏っても言いますもんね。マルチすぎてもね。そうなんですよね、あれもできますこれもできますだとなんか絞れなくなっちゃうところありますからね。どうですかね、こんな感じで。 ありがとうございます、なんかすごく気持ちよかったです。本当ここでバン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 ってやるんですけど、やんな方がいいですよね。あ、全然やってください、大丈夫ですか。いいですよ、はい、はい、そんな軽いものでした。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。気持ちよかったです。ありがとう、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。